おはようございます。おはようございます。逆なんですね、今日は。今日も狭間さんに来ていただきました。はい、ありがとうございます。今日はですね、前回ですね、Zoom でお蔵入りになってしまったんですけれども、DI 比較というのをやってました。後日ね、はい、ちゃんと撮って出したいと思うんですけれども、今日はですね、その DI を使って送るのと、キャノンアウトから直接送るのと、音がどう違うのかっていうのを試してみたいと思います。はい、今回はですね、AX8 のアウトですね。こちら、キャノンアウトと、正規についているキャノンアウトと、こちらのフォンアウトから出して、DI につなぐという両方やってみたいと思います。ちなみに今使ってるシールドはボックスじゃなくて親出ですね。親出の QAG222G ってやつですね。それを今使ってます。どんな風になるか予想できますか？おー、事前予想スタイルですよね。予想スタイルいやでも、どうなんですかね。 DI フォンで出して DI 挟んでキャノンですもんね。いや、それ1本キャノンでいった方がなんか混じり気がないのかなとかような想像はしてます。なるほど、はい、ちょっと DI っぽくなったりするのかなみたいな、勝手にそんな想像してます。 AX8 のアウトは全部出せるので、キャノンアウトとフォンアウト同時に出して、それを同時に録音して同じ音源を聴き比べてみたいと思います。はい、それではお願いします。お願いします。じゃあこれは例によって聴き比べてる狭間さんの表情を見ていただきたいと思います。めちゃめちゃ気になりますねこれ。違いますね。 DI 通すとやっぱいい意味で元気ですよね。やっぱでもキャノンアウトそのまんまのまとまり感がやっぱりすごいですよねっていう感じの印象でした。まあ正直音質はキャノン出しの方がいいですね、うん、やっぱフラクタルぐらいになるともうキャノン出しのクオリティが高い、あのレンジ広いっす、レンジ広いし音質いいし解像感も高いし、うん、やっぱりもうアウトの部品の品質が違いがありすぎましたね、うんうん。でまあ、DI 通すとね、その DI の味というか色がつくので、うん、ちょっとなんかパワフルな感じでバチンって出る感じですよね。ちなみに使ったのは AR116 なんですけども、うん、ちょっとね時代がかった感じになりましたけども、うん、まあ、どっちが悪いとかいいとかじゃなくて好みの世界ですけど、うん、まあ、今回はね AX8 だけで歩けるという利便性考えると、うん、キャノンアウト素晴らしいなというふうに私は感じました、うん。いや、これは結構明確に出ましたね、うん。クリーンの時のレンジ広がり方すごかった。すごかったね。全然やっぱレンジが、やっぱ日本ケーブル通してるっていうのはやっぱあるんですかね。あるだろうし、DI の個性とあって、やっぱり以前比べた時に、Zoom でやらせていただいて、フォンアウトを挿したら、やっぱりめっちゃ良かったんですよ。うん、それはなんでかっていうと、多分 Zoom の解像感がやっぱりちょっと低いので、うん、それがマスキングされて、結果いい音になったっていう。Zoom は Zoom で悪くないんだけど、そのまま直で挿すと、やっぱその解像感のまんま出るので、うんうん、そういう感じに聞こえる、うん。だけどフラクタルの場合はフラクタルから出てる歌も解像感も高いし、うんうん、レンジも広いからもうそれで十分、うん、で逆にそこに味を加えるんだったら、まあ、EQ 的な効果じゃないけどそこに近い結果になってしまうという感じがしましたね。だから逆に言うとフラクタルの場合はタイプ10とかハイハイ系の DI 使った方がいい結果になるかもしれない。なるほど。ということでやってみましょうか。そうですね。じゃあというわけでカントリーマンのタイプ10とAX8 のアウトを試してみたいと思います。早速聞いてみたいと思います。
っきほどの DI の違和感はないなという印象で、そもそもやっぱキャノンアウトがやっぱすごいレンジがやっぱ広いんで、まあ、そのまんま十分いいなって今ちょっと思いました。歪みに関して言うとね、うん、もう DI もキャノンアウトも遜色ないと思うけど、うん、クリーンでやった時やっぱりレンジ感の差が出るので、うん、やっぱ直出しでこんだけ音出せるっていう、改めてフラクタルすごいなっていう、うん、そういう印象ですね。やっぱクリーンの時はちょっとこう DI つけるとやっぱどうしてもちょっとこう遠くなる感じ、遠くなっていく感じがするんですけど、やっぱでもキャノン出しだけだともうほんと正面でバーンってなってるようなぐらいのなんかレンジ感には聞こえてます。 DI が使うのが悪いとかいいとかじゃなくて、もうわざわざ別に DI 用意してやるっていうようなことは全く考える必要がない、うん、その意味で AX8 はやっぱりすごいなっていうふうに、うん、まあ、フラクタルの回し物じゃないんですよ私は本当に、うん、こんなフラクタル押してますけど、うん、ではこうやっていざ結果見ちゃうとね、すごいなって単純に思いますね。素晴らしい機材です、うん、今日また一つ疑問が晴れましたね。そうですね、はい、いや嬉しい話ですね、はい、じゃ今日本当にありがとうございました。あれ、あ、お、お、あれ終わりな感じですかなんかちょっと物足りなくなってる前回から引き続きのこうやらせてください論まあやってもいいんだけど散々やってきましたけどね、散々やってきましたけど、やっぱこうないとね、やっぱ僕もなんかちょっと終わった感がないというか、ないというか、ね、急にこうこの辺がもう不安でいっぱいになりますよね。まあ、やっぱり、ね、一つの様式美みたいなものあるじゃないですか。大事ですからね。そうそうそう、様式美は大事ですから。そうそうそう、やっぱりやっぱやっとかないとね、ここは。そうですね、はい、締めておかないと。締めておかないといけないと。こう手がもう握ってますから。握ってますから、もういつ行ったろうかなっていう感じですか、ね。じゃあ狭間さん、いつものやつよろしくお願いします。はい、では、この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日もちょっとまさかのダブル。ダブル。初のダブルです。初ダブルです。初ダブル。なんかもう自分からやりたくなってる感じです。ありがとうございました。ありがとうございました。そう、ちなみにそういえば狭間さんの AX8 のプレートがね変わってるんです。あ、そうなんです。こちら畑さんのプレートに変えました。ありがとうございます。おしゃれですね。素晴らしいな。